さん、こんにちは。高幸です。今日も旭川の事件についてお伝えしていきたいと思います。本日なんですが、さやさんをね、命を奪った加害者たちが持っていたスマートフォンのデータを警察がね、復元して、でその復元したデータをね、警察は保存していなかったというね、噂があります。まあ、保存していなかったのも悪いけども、復元した映像動画をね、確認しながらなぜ加害者たちを野放しにしているのか、そしてそれ以上の闇の部分に踏み込まなかったのかというところがですね、不思議でなりません。私ね、この話を聞くと過去にあったね、北海道の稲葉事件と重なってしょうがないんですよ。皆さん、稲葉事件ってご存知ですか？そんなに昔の話じゃないんですけど、知らない方もね、多いかなと思うんですが、20年ほど前、北海道のね、警察官の稲葉義明さんというのが、銃器対策課にね、配属されて、拳銃の検挙の目標を達成するために、上から圧力がどんどんかかって、暴力団のね、人たち、S というね、協力者をたくさん作って、暴力団に拳銃をね、輸入させて、自分はね、暴力団から拳銃を受け取ってロッカーに入れて、でそのロッカーに拳銃があることを自分で通報して、自分で検挙する、自分の手柄にするというね、ことをやっていた警察官がおりました。その方は最終的には覚醒剤に自ら手を染めてしまって、覚醒剤のね、所持で逮捕されてしまって、今現在は刑期を終えて探偵か何かされていらっしゃる方なんですけども、その当時は稲葉刑事だけではなく、北海道警察税関、石狩振興、暴力団が全てが共謀して、暴力団が拳銃を入手する代わりに、暴力団のしのぎである覚醒剤と大麻を海外から輸入させることを約束した。ただその暴力団はその約束を裏切って、稲葉刑事と北海道警察はその失態をもみ消し、拳銃だけをたくさんまた輸入させたというね、事件があったんですけども、この事件ね、話し出すとものすごく長い内容なんで、稲葉義明さんという方がね、本を出されておりますので、私のね、概要欄の方にね、その本の詳細を貼っておきますので、気になる方はね、読んでいただけると非常にね、参考になるかなと思います。警察はね、完璧なもの、法治国家はね、完璧なものだとね、追い込んでるお気楽な方たちにはね、世の中にはこういう事件もあるんだということを、知っていただきたいと思います。今回のね、旭川事件につきましても、情報という情報はね、かなり出尽くしてしまっているような感じがあります。何か新しいね、証拠とか、目撃証言、何か気になることなどありましたらですね、私の概要欄の Twitter DM からですね、送っていただきたいと思います。そしてね、YouTuber の方たちも協力してね、この情報戦を戦い抜いていかなくてはいけないのかなと私思っております。皆さんの協力が必要です。何かありましたらご連絡ください。今回は旭川事件の隠蔽体質に影響を及ぼしてしまっているかもしれない北海道旭川の実態、稲葉事件についてお話しさせていただきました。ではまた何かの情報がありましたらお送りさせていただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高幸推測クラブチャンネル。